俺の名前はボブ、スコットランドに住む青年だ。今年の夏こそ彼女が欲しいな。友達だけは多いんだが、女性にモテないのが悩みだ。この日俺は結婚を目前に控えた友人カップルをお祝いするため、お、集まってるな。朝からある儀式に参加。この儀式を取り仕切っているのが俺たちのリーダー格、ジョンだ。野郎ども、ちゃんとお祝いの品は持ってきたか？おう、バッチリだぜ。みんな儀式のためにそれぞれあるものを持参している。今から始まるのはこの国に伝わるブラッキング・オブ・ザ・ブライドという婚前の儀式だ。さあ、主役の二人の登場だ。一体どんな儀式かって？それは見てのお楽しみだ。新郎新婦が現れると現場は大いに盛り上がり、次の瞬間、結婚おめでとう、幸せになるよ。仲間たちは持参した手土産を一斉に浴びせかけた。手土産の正体は、ほらほら、俺たちの祝福の気持ちだ、しっかり受け止めろよ。よせよ。ソース、腐った卵、そしてタール等、とにかく臭くて汚いものばかり。この非日常的な空間に俺たちのテンションは最高潮だ。神のご加護、参ったな。もうやめて。主役の二人だって悲鳴を上げながらもノリノリで楽しそうにしている。ただし、ありとあらゆるメガトン級の悪臭が充満するため、とにかく臭い。二人とも、おめでとう。実に奇妙な儀式だが、これはもともと中世の時代にケルト人によって行われていた風習で、結婚を前にした若い二人が忍耐力や謙虚さを学ぶためのものだという。この儀式を経験すれば、今後はこれ以上に惨めな姿を人前にさらすことはない。それで大人への儀式として結婚式の数日前に行われる。この日みんなでひとしきり盛り上がった後、儀式は終了。よし、これくらいにしといてやろうぜ。ほら、タオルだ。センキュー。後日彼らは結婚式を挙げて幸せな新婚生活を開始した。この地域の若者たちはこうしてみんな幸せになっていくんだ。そして俺も。え、パディ、本当に？ええ、実はね、私もあなたのことが前から気になってたの。とうとう彼女ができた。俺はパティと順調に愛を育み、勇気を振り絞ってプロポーズ。結婚してください。もちろんよ、ボブ。ダメ元だったが答えはまさかの OK。 俺にも人生の春がやってきた。このことを仲間たちに伝えると、すぐ別れると思ってたのに結婚まで行くとはな。地味だけど誠実なところが大好きなんだってさ。いやー、参っちゃうぜ。それじゃいつもの儀式をやらねえとな。驚きながらもみんな喜んでくれた。そして儀式当日、会場のビーチには大勢の仲間が集まった。今までにないくらい盛大に祝ってやるよ。ありがとう。あまりの人数に少し恐怖を感じたが、祝福されるのは嬉しいことだ。儀式が始まるとテンションマックスの友人たちは悪乗りして俺たちを木に縛り付けた。おいおい、勘弁してくれよ。ちょっと何これ。まあこういう演出も思い出としては悪くない。そして儀式がスタート。俺たちはバケツいっぱいの臭いソースや腐った卵、おめでとうさん。そしてカレーやシロップ、タールやススなどを浴び、最後は小麦粉までぶっかけられてむせ返る。ちょっとやりすぎよ。でもこれでは終わらない。汚れまくって悪臭を放つ俺たちは、大盛り上がりの仲間たちに海へ放り込まれ、これで少しは匂いも落ちるだろう。殺す気か。パーティーと二人、死に物狂いで浜辺這い上がった。だがまだ終了ではない。おや、また綺麗になっちまったな。え、さあ儀式の続きだ、野郎ども、行け。ジョンの号令で様々なものが飛んできて、その中にはなんと牛のうんこまであった。うるぁ、やめてくれ。うんこの祝杯だ、遠慮なく飲め。そしてとどめとばかりに大量のうんこをバケツで浴びせられると、パティは喉を詰まらせもがき苦しんだ。パティ、しっかりして。死ぬなよ、パティ。俺は必死でパティの喉からうんこをかき出したり、人工呼吸を試みたりしたが、その努力も虚しく、彼女は間もなく窒息し、ああ、どうして。俺たちの結婚式の予定は葬式へと変わってしまった。今回の件は伝統的な儀式による過失致死ということで、まさかこんなことになるなんて、もっと気をつければよかったと十分反省しています。あの場にいた仲間たちが実刑になることはなさそうだ。それにしても、俺の結婚は仲間たちから許されなかったようだ。でもどうして恨まれていたのかな。あ、そうか。さあ見やがれ。リーダー格のジョンは昔パティと付き合っていて、彼女に振られたんだよな。